はい、お疲れ様でございます。なんか髪の毛ついてる、ゴミついてる。今回もね、ウィッシュでなんか急にいっぱい届いたんですよ。順番に開封していきましょうか。ちょっと何頼んだか覚えてない。1ヶ月ぐらい前にね頼んだんで、あ、これか。今のはカットしましょうか。今のはちょっと別の動画で紹介していきましょう。はい、これも開封していきましょう。なんかね、いろん、あ、これ、今回はこれやりましょうか。今回これやりましょう。これを紹介します。これはね、そうです。ケーブルです。コネクタ付きケーブル。これ何に使いたかったっていうとね、そうなんですよ。これね、これを押すとメスを刺さるじゃないですか。そしてね、ここにね、ファンを繋げたかったんですよ、ファン。じゃあこれ、この動画いらんわ。切り直して、はい、お疲れ様でございます。今回はね、ビッシュで何か届きましたので、こちらの商品をちょっとね、紹介していきたいなと思います。はい、じゃん。あ、これもう届いたんですか？はい、お疲れ様でございます。仕切り直しの4回目ですよ。あ、手汚れてる。なんかインクついてる。はい、早速開封。これもウィッシュで購入したものをちょっと紹介していきます。せーの、じゃん。あ、これか。ちょっとね、多分、鬼滅の刃の商品ばっかりやと思うんですよ。いきなりめっちゃ届いたんで、全部開封していきましょうか。なんか1ヶ月ぐらい前に注文して急にめちゃくちゃ届いたって、そういうことってあるんですよ。こちら、胡蝶忍の缶バッジですね。こちら58ミリです。そして、あ、今カットしましょうか。これもね、多分缶バッジなんですよ。はい。これ、ねずこの缶バッジ。これ何個？これ前注文したかぶりか。これ持ってるような気がする。これ持ってるような気がする。何個注文する？そしてこちらが炭治郎と禰豆子の缶バッジです。どんどん開封していきましょう。なんかいろいろ注文しすぎて覚えてないです。一緒のものを注文した？そういうことってないですか？なんか同じ商品を間違えて買ったとか。これ多分ね、財布ですよ。鬼滅の刃の財布です。はい。禰豆子の財布です。そしてこちらも多分財布ですね。買った店はね、全部別々なんですよ。やばい、これはやばいな。商品を切ってしまいそうだ。はい、じゃん。はい、財布ですね。鬼滅の刃の財布です。こんな財布ばっかりいらんと思うんですけど、なんかね、見てると欲しくなってくることってないですか？でも缶バッジじゃない。あれ、こんな注文しました？え、これ何？間違う商品。絶対間違った商品が送ってきた。これ何？なんて書いてるんですか？アバヨニス。違う。よい。これ何ですか？こんな注文してないのに。違う商品、ハンターハンターかなんかですか？この商品、わかる方いらっしゃいましたらね、コメントください。これマジで注文してない。絶対注文してない。間違ってポチったんか。ちょっと待ってください。鬼滅の刃の商品ばっかり注文したはずなのに、全然違う商品が。これ何のキーホルダーですか？何のキャラクターですか？これ。逆に気になる。こんな注文しました？どんどん開封していきます。何の代わりなんかもわからん。注文しすぎてもうわからん。はい、こちらはペンケースですね。これは筆箱です。筆箱じゃないです。ペンケースです。そしてこちらは、はい。あ、これ関係ない。これは USB ファンです。あ、USB じゃない。これ関係ない。鬼滅の刃の商品違う。
回届いたのがこちらの商品ですね。缶バッジ4つと、そしてペンケース、そしてこれ財布ですかね。財布で、使い方は人それぞれですけどね。財布ぐらいのサイズ。そしてこれ何なんですか？マジで。そしてこれが胡蝶忍の、せっかくなんで開封しましょうか。これは、キーホルダーかなんかですかね。なんかね、よくわからんのにポチってしまったんですよ。危ない、商品を切ってしまう。映ってない、映ってない。商品を切ってしまうとこやった。はい。こちらがメインのビニールです。はい、これのくだりをやりましたと。これ何なんですか？あ、これピンバッジですか？ピンバッジや。ちょっとせっかくなんで、なんかにつけましょうか。これ穴開くと悪いです。これピンバッジですね。胡蝶忍の刀ってね、そうなんですよ。ここね、めっちゃ細いんですよ。ここが細くて、そしてここだけ切れるようになってるんです。なんかプラ板みたいになってるんですけどね。こっちだけ色塗ってて、ここ透明っていうことです。半透明。これも一緒ですね。半透明。しかし印刷がちょっと薄いな。と透明度に問題がある。はい、ここに戻しておきましょうか。今回購入したのはこちらですけどね。多分まだなんか注文したと思うんですよ。それをまた紹介していきたい、紹介していきたいなと思います。これ裏表一緒やったんですか？表だと違うわ。そしてこれも裏表一緒。これも裏表一緒。表だと違うわ。全然関係ないんですけどね。こう床を塗装してしまって、このくだり前やりました？関係ないです。急に終わりますよ。急に。最後までご視聴いただき、ね、特に見どころありませんでしたけど、ありがとうございました。このこっくりさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。勝手に置く。いやいやいや、どこ行くね。